吉谷さん、財布が出てきてよかったですね。やっぱ財布落とすと肝冷やしますよね。で、吉谷さんが言われたように、なんかミスったらトラブったら、それをどうするっていうふうなことをね、すでに考えて実行して稼いでる人がいるんですよね。だからなくすと儲かるみたいなね、ことがあります。で、その話とはちょっと違うんですけども、私財布をなくした時に、財布のね、中に入っているそのカードとかの画像を写メすることにしたんですよ。まあ、私お財布の中身って結構普段から覚えてるんですけども、それでもね、やっぱこうクレジットカードとか停止忘れとか再発行忘れがあっちゃいけないんで、撮影するっていうのはなかなかいい方法だなと思ってますよね。そうするとスマホに画面が入ってますから、すぐに再発行の手続きできたり、連絡先とかカードのナンバーとか控えてあるんで、まあ、見やすいかなっていうところがありますね。で、何がね、今日は財布とちょっと違うかっていうと、この保険証書が今来たんですよ。保険証書というか見積書ですよね。これ何の見積かっていうと、私の家があるじゃないですか。その家をこう火災保険で今修繕するとどのぐらいの費用が捻出されるかっていうのをちょっと診断してもらったんですよ。で、私の家ってのはご存知のように外壁塗装に200万以上かけてるんですね。この家に移ってきた時に壁がポロポロ崩れてたんで、ポロポロっていうか、まあ、30年ぐらいの家なんでね、崩れてるところもあるんで、まあ綺麗に塗り直したんですよ。黒から白に。ね、それに200万ちょっとかかったんですね。で、その後外壁塗装っていうかね、このなんですかね、保険の申請をつい先月したんですけども、その診断結果がおりまして、なんとね、私の家200万以上かけて修繕したんですけども、外壁をさらに保険で、340万ほど支給されるそうです。補助が出るそうです。340万だから、外壁塗装しなかったら軽く500万ぐらい出てたんだろうなと思いまして、この家買ったのが2800万なんですけども、保険でね、500万ぐらいがまあ出るのかなっていう目算です。まあこれ実際に入金が完了したわけじゃないんで、まだ机上の空論ですけども、まあでもね、そんなことがあるんだなと思いましたね。で、何が言いたいかっていうと、そのどんなところからでも稼ぐっていうね、発想とか、自分の持てる、いわゆるカードですよね。カードをどう使っていくかってことなんですよ。まあお財布をなくした時にどんなカードを使うかっていうと、もう何もないんで、まあ今度お財布をなくさないようにね、リスクヘッジするために GPS 買うとか、中身をメモっとくみたいなことを、撮影しとくみたいなのありますけども、まあ家に住んでいてもただね、経費がかかるだけじゃないですか。まあ、ですんで、その際使えるとおぼしきものはどんどん使っていくと。で、実はね、リフォームの見積もりももうね、何組か会社に来てもらってるんですけども、当然例の仕組みがあるから、それだけでも報酬になるじゃないですか。プラス太陽光の方とかね、見積もりしていただいて、で今ね、太陽光もつけてもいいかなと思ってるのは、結構ね、儲かりそうなんですよ。電気代がかなりヘッジできて、電気代半額ぐらいになるんですよね。で、太陽光の、設置の減価償却も7、8年で終わるんで、その後20年ぐらいは、電気売電し放題。要するに電気代が半額になって、かなり圧縮されて、数百万、百数十万とかっていうのが経費から、まあ儲かるっていうかね。だいたい私ね、20年ぐらい電気を使うと1000万になるそうなんですよ。そう考えたら電気代、ランニングコストってバカにならないですよね。1000万のうち百数十万、だいたい2割いかないぐらいが太陽光に切り替えるだけで、太陽光の設置費用も込みでですよ。儲かるという、儲かるというか、損しないというかね、まあ、いい感じになるみたいなんですよね。こんな時代なんだなと思いましたね。だからいろいろ結論ね、ものを知っておくってことと、試しておくってことの繰り返しをする。しかもその模様をこうやって喋るとかね、人に伝えていく、拡散するってことによって情報発信すると、実体験ですからリアリティがありますし、実際にね、私の家がこうどういうふうに変わっていくかとか、そこに対する費用の自分の手出しとか、保険からの出しとかっていうので、新しい気づきをね、与えていけるんじゃないかなと思うわけですよね。まあ、ということで今日は以上ですけども、財布をなくすとかね、なんか保険を使うとかね、いろいろあるんですけども、知っておくってすごく大切だなと思いますし、試してみるってもっと大事だなと思うようなね、そんなエピソードでございました。じゃあまた。